こんにちは、スロットです。今日はですね、こちらのこやこややっていきます。というわけで、文句型のね、こやをやろうかなと。なんかこれが国際的にちょい使われしておりますということで、やっていくんですけども、まあなんかタルババもちょっとね、こやと組み合わせがいいことに最近気づきまして、やっぱこういうやりゴブとかファイスピとかの前にね、ちょっとタル転がすだけで、まあ、相手からしたらちょっと無視できないね。はい、攻めにもなるっていうので、これ残れ。あー、残んねえか。はい、しょっぱな引きましたね、グエイク。まあ、グエイクはきついんですよ。で、今回、ロイフなんで、まあ、迫撃ロイフか、あ、着衣ロイフか。わー、着衣ロイフだ。やべ。さあ、豚を豚にしていく。着衣ロイフは、まあ、クエイクで削られ、デリバリーとかでも大砲とかでも守られ、きついような気がしつつも、私にはね、今回最強な文句がいます。今まではね、メガナイトとか、あとエリババとかかな、使ってたんですけども、そこ文句がいることによって、文句で相手の着衣反射できる、かつタワーへの確実なダメージね。小屋でチクチク、かつ文句でチク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 、はい、一生チクチクネチネチデッキです。いきましょう。これだけで気持ちいい。なんかウッドとかでね、キング起動とかしてくるとまた嫌だなとか思いながら、よいしょ。さあ、ここにはおっ、うっ、ムートがムートがムートがデリバリー、そう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 、美味しい美味しい美味しい。文句でアチャクイ仕留めると相手受けがないね。まあゴブリンデリバリー大砲ですけど、まあ、大砲もタイミング次第では跳ね返せちゃうわけですし、めちゃくちゃ流れはいい。で、問題は小屋がね、置くかどうかみたいなね。一旦置かなくていいか。で、ロイフ固められたら5防衛でいいっすね。うん、ちょっとホバでちょろっとだけ、なんで一回消えてくれると、さあこのムートで守りやすいですね。延命したい。マジ暇なんで、これクエイク打ってもらおうぜの大砲壊したいですね、これで。はい、いやマジこれだけで強い。でマザネクで確実にダメージを稼ぐのもよしだし、無理しないのもあり。はいはいはい、いや完全にね、俺の流れ来てる。アチャクイに対してのこの文句が強えな。さあ、暇人クエイク、じゃあオーブン。クエイクね。いや、もうこれで、もうこれで俺勝てるわ。これだけでいい。あー、大砲壊せないのはちょっと辛い。これ、マザリク出しても結局みたいなとこあるか。いやー、ファイブあるんですよね。気持ちいいな。俺もう逃げ切れそうじゃない地味にこのね、右サイドも今削ってるんでね。さあ、右と左クエイクで片サイドだけずっと削られるのが嫌なんでね、こんな感じで両サイドやっていこう。でまた血夢でハイモンクで勝ちっすねこれどうやったら負けんだって話っすよね。こっからアチャクイモンクで飛ばして、あ、そう、これか、俺の負けるパターンは。でもデリバリー来る。で、ここのマザネク最強説、止まるんかい、止まるんかい、全部舞台になるって。それいけ、おい。さあ、文句がね、文句が強すぎるなこれちょっとだけ回転重いんですけど、後ろからのんびりできると考えれば、その分熱いね。やっぱ声に対しての遠距離系って強いんですよ。マスケとかムートとか、まあ、それこそアチャクイとかフキヤとか、もう何でも俺の小屋が一生刺さらんやんって話なんですけど、そこをね、文句で仕分けるんで、小屋の弱点を文句でカバーしていくね。さあ、小屋置いていくぞ。とりあえず小屋を回しまして、小屋を置きましてから考えるか。さあ、ボンバーで相手のバナーがダクネだったことを考えるとゴレっぽいっすね。結構あのバナーで相手のデッキわかるかな。
さあゴレか。あーしかもフェニックスね、めっちゃ強そうだな。エリババとかいそうっすけどね。まあゴレ、耐えれるかな、耐えれるかどうかっすね。エリババ、エリババの受けがちょっときつい。多分3倍タイム入ってしまえば、なんだろうね、ムートもマズネコもホバもいろいろ配置できて強いと思うんですけど、この序盤がねむずいとこ。あーしかもヤザップだこの人もしかして。さあヤザップやっすね。こんな感じでマザネックが処理されちゃう。さあでも結構耐えたんじゃない。あとは一旦ちまちま、これ守れるかな守れるかだいぶ怪しいんすけど、マジで怪しい、怪しいけど守んなきゃ勝てないんで。さあさあさあ、いや意外と声に苦しんでる。ちょっと右ね、おお右に来る、そういう感じ。これ同サイか逆サイか悩むんですけど、まあ同サイでもいい。おやり込み、いややり込み強っ。これファイスピが、さあタワー入る、ホーバー入ってる。あ幸せだ、これ守れそうだな。問題はエリババぐらいが来てもおかしくない。そうですね、まあ、イリババはさすがに固まって溶かして、はいはいはい。でマザネク出したいけど、まあ、ヤザで行かれるしなあの、はい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 。でヤナメ使ったしね、マザネク出していこうぜって。え痛い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 よ。倍の小屋、はい。さあ耐えれば耐えれば勝ちだから、相手が絶対耐えれないですからね、こやこや耐えれば勝ちできる、はい。いやーいいね、文句でもやっぱいいね。メガナイトとかだったらさ、ちょっとエリババ怖いじゃんって話よ。文句で固まって時間稼ぎできるし、ボンバーとか反射もできるんでね。さあ熱いね、ファイボタルで巻き込んで処理もね良かったですね。さあ文句がいることで結構きつそうなのがなんとかなってる気がする。逆に何がきついだろうな。あータル使うか。さあスケバレ、迫撃、枯渇、クローンみたいなね、3択ぐらい。ユーノとスケバレか、珍しいですねこれ。またなんだい、ユーノゴーストスケバレ、マジなんだこれ。おおスケバレどっから来た、マジ鳥間古書場は小屋で受けれるっすね。キング軌道やだな。おお強気な、おお強気な。さあ文句が、あのめっちゃやりすぎじゃね。いや文句ね、やっぱ固まっても強いんですけど、固まらなくても強いっすよね。一発一発の火力だって今まで1500持ってってるっすよ、俺が見てない間に。さあラッキー、あーこれめっちゃ小屋起きてえけど邪魔だなムートムート邪魔だな。さあまあこれはこの小屋で守れそう。いやあんま小屋傷つかないでほしい。まあ確実にね受けていこうか。さあメガナイト工場でなんかスケバレが降ってきてるって感じかな。まあ1400とかも言ったら小屋圏内みたいなのがある。小屋文句でちまちましとけば削れると思うんで。これすごいよなマジあのマザネクの豚でチクチク、文句でチクチク、やりゴブの小屋、猫部小屋って、マジ本気でチクチクすることだけを考えられたデッキいや一旦ね
小屋を置くことが一番冷静な立ち回り。あーめっちゃいいそれ。まあ一発許そう。でも相手そんなコストねえのに橋間優奈やってんな。さあこの小屋のダメージ入るだけで結構きついと相手。さあガゴが文句で飛ぶ、これもまた強い話ですよ。工場来ても小屋がある。はいはいはい、これ右サイドはちょっと許容できそうだ、ちょっとだけ。うん、豚にして頼む。めちゃめちゃ豚にしてほしい。いやー樽を使わずあえて豚にする作戦もあったが一旦ね。おお、そう気づけば410。マジ何ダメージ入ったんって感じですけどね。この豚とかで文句で200稼げたらな、俺の勝ちっすね。もういや稼げそうになくて、なんなら怪しいかな。この豚がおさて怪しい。でも壊れた時のファイスクがちょっと強いみたいなのがあるよね。あーこれはもう俺が言うの守れないですけど、相手も守れないよね一生来るかんな、相手一生警戒してなきゃいけない。どっかでね小屋のダメージを無視して、まあ相手が攻めてこないとね多分突破できないですよね。俺が小屋を置いて瞬間っていうのはやっぱコストないんで、そのタイミングで相手が来るのを俺が守ってさえしまえば絶対小屋のダメージ入ってるんで、俺は守れば勝てるんですね。さあアロンプリンセスコカツちゃんとかかな、コカツとか引けたらねだいぶ相性良さそうですけど、どうでしょうか。やば表この手札渋いね。あでも相手攻めてくれたら熱い。基本前だな。おいこれでたまに、あーマジゴブリンはみ出すぎだろ、痛すぎる。マジドリルこれが強いんですよね。確定ダメ。さあ適当にギリギリで固まってあげて、さあホバがドリルスケキンね。やばい、エムが。一発欲しかった。あー、これ、ファイボのやつだな。ファイボ打たせる。こんにちは。打ってこない。ファイボウッドの、スケキンドリルの顔をしてる。さあ、ちょっと。ムート壊れないで欲しかったね。あ、でも。さあ守るだけ、守るだけでファイスピ入るかな。いやこれは吹き矢がちょっと厄介ですね。まあでも相手の呪文的にも小屋はうざそう。ドリル吹き矢ウォールブレーカー、いやウォールブレーカーの受けとかもちょっと気をつけないと、いやらしいタイミングで来ると入っちゃうかも。ああ相手が防衛から来てるのは結構幸せ。さあこの文句で固まってちょっとダメージ稼いで撤退だなちょっとでいい、もうちょっとでいい、ちょっとでいい。はいはいはい、で吹き矢しばいて、いやこのやりゴブがこのマザネク出しとくか一応ね。さあファイボ使わせて後ろに小屋で、この豚のねこう一発、いやこの豚一発で幸せ。多分もう左サイドだけでいいな今回は。なんかきつそうじゃん。よしよし、あこういうのさどうなの、跳ね返そうと思ったけど跳ね返さんでよかった。いやめっちゃきつい相手で、またちょっとでいい、文句でちょっと稼げたり贅沢は言わん。さあほんまちょっとだけ稼いでいく。で吹き矢はファイボでちょっと徹底していきたい。いやーこのこれね、ゴールブレーカーまで来る、来ないの。いやーいい耐え、いやちょっと怖いっすよねこの攻め、強い攻めの形が強い。さあこれゆっくり、これファイボウォーやるな俺。
いや、マズニク残る。これちょっと甘えてるっすね。うん、甘えが見られます。めっちゃ警戒してる。うわっ、いやー、いい受け相手の。さあこうなってくると怪しいですね。ドリルをしっかり抑えないといけない。俺はいや拾ってく、これ拾えるのもね、でかい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 、マジタイブレイク。イーフがちょっと強い。豚にしてイーフなだけ取ってほしい。よしよし。ロンブートが、いや惜しいね。さあこれ置いて、固まっちゃって、バイブ来る。いやこれ熱いはず。マザニクの豚とタイブレイク。うわー、危ねー、危ねー。文句のワン反射で勝ったかどうかみたいなね。まあ危ねーっすねいや序盤からちまちま積み上げててよかった。さあ本気をね、ネバネバでね耐えていかなきゃ。まあ納豆はガチで嫌いですけどね、横で食ってるやつがいるだけでもうその匂いで無理、もうその絵だけで無理、本当に無理。俺の近くで納豆食わないでくれ。さあけど耐えます。お、熱い。いえタルババー。おおおおおお、となるとエリゴレぐらいしか思いつかないよな。まあスケラもワンチャンあるけど、マジであれっす、ここ1年ぐらい不動の使用率最下位クラロワ界のゴミカードとしてね。うわー、これでもエリゴレ止まんねえな俺のデッキ。もしかして、あれ欲しかったな。いや、いってーマジでババコヤとかどうでもよくて、あっちがやべえ。エリゴレが止まらん、エリゴルが止まらんけど、なんとかしたいな。さすがに使用率 0% に負けた男になっちまう俺がやばいこれ。いや1本取っても1本守れる気がしないっすよね、形組まれて。いや耐えれるか。よしよしよし、削れ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 。おバカ、なんでそっち行ってんだよ、頑張りすぎだろ。いやちょっと嫌がらせしてコスト使わしたい。マジやばいマジやばい、視聴率 0% に負けることだけは避けたい、ほんまに避けたい。笑えないっすよね。バファコヤちょっと強えやんちょっと強えな、なんだろう。いやでもあれ文句で反射できるって、相手のさドラゴンもう一枚なんなんだろう。ライドルとかいないのかな、ビビだけ。あーいるやん、ちゃんといるやん、てる感じね。いやでも相手もなんか俺に合わせてゆっくり来てくれてんのか。いやータイミングかかってんだろうな、端前エリゴレヒーラーの。いやー守るしかねえんだよ本気で。
と見せかけて攻める、守れないんで。いや結構いいんじゃね。ヒーラーさえやっつけたらさ、これヘッポコエリゴでしょ。いやいいいいいい、いやめっちゃいい、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 めっちゃいい。単体文句。いやしかもこれ豚に紛れてババいるんで、あのババちょっと強いぞ。いや右入ってる、右入ってる。えこれ折ったやん。うお、よかった。視聴率ゼロパーに負けたら本当にシャレにならん。いやバーガーって絶対弱いもんね。墓石とかの方がきつかったかも。いやーよかった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 。まあさすがにね、ババ小屋使うぐらいならもう絶対今の環境五分小屋でいいから、五分小屋が強いから。うーん、ババが持ってるだけでハンデみたいなとこある。さあラバシ、ラバなんだ。ラバですよっていう名前をしてるんですけど、あーラバですね。ラバかー、これ文句じゃなかったらな。意外といいみたいなとこあるけど、まあ一旦攻めて。バルーン来ると結構嫌だね。いやーアーチャーだとバルーンの可能性もあるけど、ムート欲しいね。おファイボかな、飛んでくる。まあ無駄にして、いや頭抱えてる、熱い。あの気をつけスタンプ、あーこれラハバルのヤファイボでこんなデッキがあるんですけど、まあそれかなーって感じっすね、うん、大会とかで使われるラバルっすね。まあまあまあ、ファイブ来ても止まりはするよと。宝石、うん、これ守れますかね。守れますかねって感じっすけど、まあムートでバルキリーアーチャーね。しかもバルキリーアーチャー強いな。ちょっとムートを刺さんことには勝てそうにない。もう、まあ、バルキリー使ってくれるならええやろうっつって言うとして、はい、まあ別にいいんですよ、そこで溶かしたいんで俺は。ファイブつってやれ。インドラね。お焦りの、焦りのバルーンじゃないそれ。まあ、インドラマルーかな。いやー俺はねもう耐えるしかない。無理はしない。で逆のこのケツムートがちょっと良かったりするはず。えそっちなんてなるやろ相手。なってくれ。やべこの幅いらんかった。いや、やりこむのが多い。すぎるけど。インドラがね。残れ。よしよし。インドラをどうしばっか問題ですけど。なんか、いい感じになりそう。お、ムート？いけ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 。マジ？え、にゃっ。おーうわ気持ちいい。頭隠しかねえな相手。どんでかいんだよ。いや俺がマジで今書いてる、実際に書い。
子役が泣かせると気持ちいいですね、本当に幸せです。さあ、小屋なんでマザネクぐらい来たらね、はい。